私の名前はかなで。会社を経営する夫と娘の音符ととても幸せに暮らしている。今は音符とのお出かけ中でカフェにて休憩中。なんてことない平和な休日の一幕だ。このケーキおいしいね、ママ。うん、そうだね。よし、食べ終わったね。じゃあそろそろ帰ろうか。パパがお家で待ってるもんね。はーい、明日はクリーニングだもんね。違うよ、明日行くのはクリーニングじゃなくてママどうかした？美味しいケーキを食べ終わっていざ帰ろうとした時、なんとなく嫌な視線を感じた。この視線は何度も感じたことがある。この感じはきっと、ああ、やっぱり、あ、みねこちゃんだ。今窓に張り付いているのは音符の友達のみねこちゃんとそのママのよりこさん。よりこさんは少々厄介なママ友だ。あ、音符、早く帰ろうか。え、みねこちゃんたちとお話ししないの？うん、今日はちょっと。よりこさんがカフェの中に入っていたらもう最後なのよ。気づいてないふりしなきゃ。明らかに窓の外のよりこさんと目合っちゃったけど。ああ、かなでさん。ちょうどみねことお散歩していたらカフェの中にあなたたちがいるところを偶然見ちゃったのよね。せっかくだしご一緒しましょ。もう私たちは帰るところだったんですよね。せっかくなんですけど、私たちはこれで失礼します。もうそんなこと言わないでよ。もう一杯お茶していきましょう。あ、店員さん。このアフタヌーンセット2つ、追加でお願いします。ちょっと待ってください。このアフタヌーンセット1人分で4000円ですよ。いいの、気にしないで。いいのって。さすがかなでさんみたいなセレブが来るカフェはレベル高いわね。おいしい。私がなぜこんなに不満なのかというと、おそらくここの支払いは私がすることになるのが分かっているから。よりこさんは私のことをセレブだのなんだのと持ち上げて、いつもお金を払わせるのだ。毎回一縷の望みをかけて、こう聞いてみるが、今日ってよりこさん、お財布持ってきましたか？よりこさんからの返答は決まって。あ、そうだ、いっけなーい。今日この辺を散歩するだけの予定だったから、お財布持ってきてなかったんだ。お財布を持ってくるのを忘れた。だ。テヘペロン。またか。テヘペロじゃないよ、まったく。それじゃ、ここのお会計どうするんですか？もう半分以上食べてるみたいですけど。ああ、そうね。どうしようかしら。私は財布を持っていない。かなでさんはお財布持ってる？そりゃ、もちろん持ってますけど。はあ、よかった。かなでさんがお財布持ってるなら安心だわ。え？貸してほしいだけじゃない。いつか返すし、セレブはこれぐらい立て替えられるでしょ？またですか？この前貸した分も返してもらってないのに。はあ？ちょっと待って。ひどいわ、かなでさん。娘だって見ているのに、ここで私がお会計払えなくて恥かけばいいと思ってるの？まあ、なんて薄情な。セレブなのに私たち庶民を見捨てるなんて。いや、確かに夫は経営者ですけど、私は専業主婦だし、自由に使えるお金はそんなに。まあ、いいわ。私はここで皿洗いでもトイレ掃除でも何でもしてお金を工面するしかないわね。ごめんね、みねこ。ママのみっともないところを見せてしまうことになるけど。ママ、謝らないで。みねこも手伝うね。超絶演技派親子ぷに。なんだかんだで、いつも私はその場を収めるために毎回お金を出してしまう。わかりましたよ。払います。払えばいいんでしょ？ほんと？払ってくれるの？ありがとう、かなでさん。あなたにとってははした金よね。切り替え早っ。払って当然みたいな態度も嫌だな。ほら、みねこ。かなでさんにお礼言って。一応？おんぷちゃんママ、あざーす。この態度、払ってもらえるのがもう当たり前になってるんだろうな。はぁ。あ、店員さん。ああ、これとこれ、追加でお願いします。あ、伝票まとめちゃって大丈夫です。え？ちょっと待ってください。追加？いい加減に。もうかなですさん。店員さんも忙しいんだから、ここで足止めさせちゃ迷惑よ。店員さん、ごめんなさいね。いえ。ってことで、追加、お願いね。どうして私が悪者みたいになってるの？よりこさんのやり口、汚すぎるよ。もう決めた。よりこさんに貸すのはこれが最後。今後一切、私はよりこさんにお金を出すことはないんだから。ママ、鼻息荒いよ。美味しかったわね。最高だったね。ふらっと寄っただけのお茶だったのに、お会計2万円以上。あ、みねこちゃん、このレストラン家族でよく行くんだよ。すっごく有名なお店なんだけど、ママの知り合いがやってるから、ママの名前を出したらいつでも入れてくれるの。へえ、すごいね。いつかみねこちゃんも一緒に行こうね。うん、みねこ行きたい。で、ママ。よりこさん、お話があります。何改まっちゃって。これまで何度となくよりこさんにお金を出してきましたけど、もう限界です。全然返してくれないし、こんなの不平等じゃないですか。今後は一切よりこさんにお金貸しませんから。これが最後。いいですね。最後ですよ。今後はもう財布を忘れようが爪が割れようが小指を肩にぶつけようが私は出しません。はあ？私とあなたが同じ立場のママ友ですって。あ、本当に絶対これで最後ですからね。じゃあ私たちはこれで音符帰るよ。ママ、爪が割れるとか小指をぶつけるとかは関係ないよ。そっか。まあいいの。なにあれ、私とかなでさんが同じ立場なわけないじゃない。不平等はこっちのセリフだっつうの。うちみたいな普通のサラリーマン家庭じゃかなでさんみたいな生活どうせ一生できないんだから、ちょっとくらいいいじゃない。金あるくせにケチって最低。音符ちゃんが言ってたあのレストランも高級レストランでしょ。あんなところが行きつけなんて。そうだ、あのレストラン、かなでさんの名前を使ったらいつでも入れるって言ってたわね。いいこと考えちゃった。ねえみねこ、ここのレストランみねこも行きたい？うん、行きたい。でもうちにはそんなお金ないよね。ここすっごい高いし、しかもさっき音符ちゃんママもういつもみたいにおごってくれないって怒ってたよね。そんなの気にしなくてもいいの。また明日ここに来ましょうか。楽しみにしていてちょうだい。はーい。よりこさんがこの時に何を企んでいるのか、私は知る由もなかった。私はきっとよりこさんのずうずうしさを見くびっていたのだ。翌日。どうも、お邪魔するわよ。いらっしゃいませ。お客様、ご予約はしてないわ。そうだったわね。私、かなでさんの友人ですけど。あ、かなで様のご友人ですか。失礼しました。こちらへどうぞ。かなでさんの名前を使っただけでこの待遇って、ほんとすごいわね。あんたのお金持ちそうなんだね。すごいね。ラッキーだね。でも、お会計は。いいの、大丈夫だから。安心して好きなもの食べなさい。そっか。それでは、かなでさんのご友人ということで、特別メニューをご用意させていただきました。ご堪能ください。美味しそう。こんな豪華なご飯初めて。そうね、感動しちゃう。それじゃあ、いただきましょうか。いただきまーす。おいしい。やっぱり高いだけあるわね。最高。乗り込むのがもったいないよ。1時間後。お腹いっぱいね。幸せ。そりゃ、これだけ追加したらお腹もいっぱいになるよ。本日はご来店いただきありがとうございました。こちら、本日のお会計でございます。はいはーい。どりどり。うわっ、高っ。さすが高級レストランね。ママ、本当に大丈夫なの？大丈夫よ。かなでさんを呼び出せばいい話でしょ。え、でももうママにはおごらないってこの前。そんなの口で言ってるだけでしょ。どうせあの人は姉が優しいんだから、私たちが困っていたら見捨てられないんだから。そっか。あ、もしもし、かなでさん。はい、よりこさん。何か用ですか？ごめんなさい。今あなたの行きつけのレストランにいるんだけど、ちょっと困ってて。財布また忘れちゃったのよ。この前もう貸さないって言ったはずですけど、またそんな薄情なこと。私こんなところで皿洗いしないといけないのね。みねこも見ているのに恥をかかされるのね。もうその手には乗りません。それに今日はどんなに困っていようと無理です。はあ？それどういうこと？払いたくないからってそんなこと言ってるだけでしょ。また金持ちのくせしてケチケチしちゃって。いいえねえ。いや、そんなんじゃないです。本当なんですよ。だってもういいわよ、そういうのいいって。早く来なさいよ。そんなので私騙されないわよ。いや、本当なんですって。そんなに信じてくれないなら写真送りますね。はいはいはい。何の写真か知らないけど騙されないからね。そんな簡単に信じないんだから。えっ、嘘？船？ああ、やっぱり何年経っても海の上といえばこのポーズなんだね。あんたいくつなのよ。嘘でしょ。分かっていただけましたか？今私たち家族は海の上なんです。あ、海の上？はい、クルージング中なんですよ。はーい、クリーニング最高ね、ママ。だからクリーニングは服をきれいにするところでしょ。これはクルージング。まあ、そうとも言うね。そうとしか言わないよ。これで分かっていただけましたか？私はいけません。ちょっと待って。どうしたらいいのよ。私たち、本当に困っているのよ。私たちのことを見捨てないで。お願い。今までのこと謝るから。いや、だから、謝ってもらっても物理的に無理なんですよ。そんな。まあ、もし陸にいたとしても、私は行かなかったですけどね。どうせそのレストランも私の名前を出して入ったんですよね。そんな勝手なことした上におごってくれなんて応じるわけないじゃないですか。それじゃ私クルージングの続きを楽しみますので。ちょっと待って、カナデさん。嘘、どうしよう。払えない。え、払えない？ママ大丈夫って言ったじゃん。どうするの？店員さん、ここのお会計、負けてもらうことって。無理です。かなで様のお知り合いだからといって、お会計なしってわけにはいかないんですよ。あなたの事情は知りませんが、耳揃えてきっちり払ってもらいます。この後、よりこさんは仕事中のご主人に電話をかけ、急ぎでお金を持ってきてもらったらしい。その場のお会計はなんとかなったが、よりこさんは皿洗いをするよりも大恥をかいた。ああ、クルージング楽しかったね。明日も明後日も行きたいくらいだよ。そんなに好きなら船の上に住みなよ。あれ、誰かな？え、よりこさん？私たちが家でくつろいでいる時にやってきたのはよりこさんとご主人。妻から今までの話を伺いました。よりこさんは昨日までの様子とは全く違い、しゅんとしていた。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。今までのお金は必ずお返ししますので。ご主人はかなりまともな人で、今までのお金を返してくれると言ってくれた。より子さんもかなり反省した様子だったし、もう今後は私がおごらされることはなくなりそうだ。まあ、より子さんのこういう姿を見たら、ちょっと気の毒になっちゃうけど、これから安心してお茶できるのは、嬉しいかな。かなでです。音符だよ。動画を最後まで見てくれて、どうもありがとう。撮影で行ったクリーニング、とっても楽しかった。クルージングね。そうとも言う。みんなもクリーニング行ったことある？コメント欄で教えてね。動画の感想も待ってるよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援してください。また次の動画で会おう。